源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ横笛、横笛は、源氏物語五十四条の巻名の一つ、第三十七条。巻名は、夕霧の歌、横笛の調べはことにかはらぬをむなしくなりしようとこそ、月瀬ぬによる。柏木愛の横笛が人から人へと渡って、光源氏に届くまでを書く。光源氏四十九歳の話、柏木の一周期が巡ってきた。 源氏は、薫の代わりに丁重な伏せを送った。裏の事情を知らない、柏木の父次第上大臣はそれに感謝し、悲しみを新たにする。女三宮の出家、落葉の宮の夫の死と、相次ぐ姫宮たちの不幸を嘆く、須作院から女三宮のところに、竹の子が送られてきた。それを生えかけた歯でかじる薫を抱きながら、源氏は今までの人生を思い、また、 カオルの幼いながらも高貴な思い出しに注目するのであった。秋の夕暮れ、夕霧は、柏木の未亡人落葉の宮を見舞った。その木と、落葉の宮の母一条宮すどころは、柏木の形見の横笛を夕霧に送る。その夜の夢枕に、柏木が立ち、笛を伝えたい人は他にあると夕霧に語る。後日、源氏の元を訪れた夕霧は、 赤子の女房の巫女たちと無心に遊ぶカオルに、柏木の面影を見る。そして、源氏に、柏木の遺言と夢の話を伝えるが、源氏は話を逸らし横笛を預かるとだけ言うのだった。ありがとうございます。